こんにちは、アリです、今日は外で雨が降っています。で、今ウランバートル市内にあるスイスコーヒーショップの中からモンゴルのコロナウイルスの状況についてお伝えします。モンゴルでは1日あたりの感染者数が6月の18日に最も多い2800人となりました。その後は少しずつ減少して、昨日ですね、6月の28日に1811人の感染が確認されました。ワクチン接種を遅れている地方やワクチン接種を受けていない子どもが感染者が多くなっているようです。ワクチン2回接種して2週間経っていれば国内のどこへでも移動できるようになっています。ただし感染者数が増えたことで一部の県は外出禁止の行動制限が始めました。ウランバートルについてはそのような行動制限がないので外出やショッピングは自由にできます。ワクチンの接種は順調に進んでます。あと日本政府とユニセフから8万4000回分のファイザー製ワクチンが届きました。モンゴルでは大きいニュースとして報じられました。ありがとうございます。6月の1日に国境が開けたため日本人はモンゴルへ飛行機で来ることができるようになりました。ただしウランバートルへの飛行機は6月に2回、7月は週一遍程度の運行に、なっているのでチケットを取るのが難しいようです。そして入国の際は72時間以内に受けた PCR 検査が陰性であることと、ワクチンが2回接種して14日以上経過している場合は隔離がなしで入国ができます。それ以外の人は1週間ホテルで隔離して1週間自宅待機が必要です。それから7月の4日に新しい国際空港がオープンします。詳しい情報は次回にお伝えします。はい、これで以上になっております。ご視聴ありがとうございました。さようなら。